え、どうしてシャワールームに窓がいるのかですって？とにかくシャワールームを買い尽くしてスケスケシャワー室を作ってください。もう名前ほい。ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ということで金鉱脈を探してきてくれ。これ、ちょっと待って、こっちか。え、こっち？どこ？どこ？この辺？南西坑道か。ここに行けばよろしいかな。さあ、ちょっと待って。とりあえず、さあ、ここで吹けばいいってことかな。じゃ、この山彦の笛。あ、吹いてる。どこ？何？ここ？この先ってこと？よし。あ、違う違う。は、間違えた。間違えた、ちょっと待って。違うんよ、違うんよ。私はハンマーを。ちょっと待ってくださいまし。登らない、登らない。山彦は遠くから聞こえる。とりあえず、ここで。あ、いっけい。あ、すごい。奥にこんな空間が。んで、またここで。違う違う。またここであれですかね。笛を吹けばいいと。どこ？この先？は。オッケーイ。まだどん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 。お、すげえ。めっちゃ大量に削れてくね。削れるっていうのかわからんけど。あ、なんか、新たな空間に出てきた。ふぅ、なにこれ。これはただの石材？うぅ、なに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 、びっくりしたんやけど、ちょっと待って。爆弾岩やん。焦る。じゃ、この辺のも全部ってこと？え、違うやん。普通やった。普通に岩やった。ちょ、待ってね。あ、違う違う。山彦の笛。さあ次は。周りの音がすごい静かになるんやね。はいはい、この先。この先？なんか下？下？ってことかな、あれは。ちょっと待ってね。とりあえず、下。は。いけい。じゃあ下に掘り進めていこう、とりあえず。は。なんかどんどんね、前に前に階段みたいになっていきようやけど。まだまだ？どの辺なのよ。ほ。どこどこどこ？あ、前になったね。ふんふんふん。じゃあ次はちょっと。あ、かなり近くやって。あ、これじゃない、ちょっと。これやろ。え、絶対これやって。ほら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 。絶対これやって。ほら、来たー、金。来たよ。やったね。お、なんか、新たなレシピを。金のインゴット、金を加工して延べ棒にしたもの。見つけたよ。おお、それが金ってやつか。やったな、アユナ。はっはっは、キラキラしてて面白いじゃないか。見つけたらどんどん掘れよな。え、あれよね。金鉱脈を3箇所見つけんといかんのやっけ。これは。いけ、ていー。あー、ほら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 。
金いっぱいあるよ、金。イエーイ。何個取ればいいんやろ。こんな感じで金いっぱいなんやけど。違う。ほらね、いっぱい。え？これ上も？この上、そう？ちょ待って。あ、これそうじゃない？え、ほら、こうやん。あ、ほら！めっちゃ金よ。ついに見つけた。これこそ金の鉱脈だぞ。おーい、こっちだぞ。金を掘るんだぞ。なんだ、この空間出ればよかったのか。あ、ホエミスライムがおる。きっといいホエミスライムやね。焚き火に当たってる。やったないな。これで夕方の報告会で金も上がってくるわけだ。さてと、残りの金の鉱脈を探さないとダメだぞ。だけど、見当がつかないぞ。聞いてみる？おい、あそこで青い桃がヘラヘラしてるぜ。どこで笛吹けばいいか吐かせるぞ。ヘラヘラしてる。顔のことは言わないであげて。もともとの顔だからあれ。何？鉱石が俺を呼んでいる。そう、金を探してるのよ。どうも。うへえ、あんたら、金を掘り出そうなんざ、すげえ根性してますね。俺は金ってやつが好きなんですが、このうねうねするじゃ、金なんて掘れませんでね。金を掘りたいなら、ここから北東に行った商工基地の壁の中ならあるかもしれねえですね。あとは商工基地からさらに北東に行った大きなキノコがたくさん生えたあたりにもあるかもしれないですよね。まあもっとも金は岩の壁の向こうにありますからね。山びこの笛がなきゃわからんでしょうね。それに、たとえハンマーがあっても、岩の壁をたくさん壊すのは大変なはず。このあたりの爆弾岩から取れる爆弾石なら何か作れそうですが、ビルダーでもなきゃ作れないでしょうね。めっちゃヒント言ってくれるやん。金の鉱脈がありそうなのは商工基地とキノコがたくさん生えた場所か。よし、そこであの笛を吹いてみようぜ。なるほど。ということなので、商工基地。どこや、商工基地。これか。よし。さあ、ここで笛を吹いてみようか、じゃあ。吹きます。さあ、どこや？ん？こっち。ここ？違う。あ、近くやって。なるほど。よし、頑張ろう。はあ。ってことは、この辺破壊してたら普通にあるってことかな。いいよ。あ、空間がある、空間が。さあ、次はどっちの方向やろ。こっち、あっとんかな。ちょ、待ってね。もう一回。山彦の笛。間違えたー。そこで笛吹いてる場合じゃないよ、私。あ、無事やん。めっちゃ無事やん。こっちね。オッケー。行こう。ペイ。かなり近くから、来たー。ってことは、ここを掘り進めていったら、また鉱脈が出てくると。え、やめ、あ、来たよ。うおー、見つけたぞ。金の鉱脈だぞ。おーい、こっちだぞ。こっちで金を掘るんだぞ。どっから来た？え？開けてない場所から来たんですけど、誰？さあ、これで二つ目の鉱脈。やったぞ、エナ。これで金が手に入るぞ。夕方の報告会で確認するんだぞ。で、あとは、キノコがたくさん生えてた、ここってことか。ここにワープしたいけど、行けんけん、こっから行くしかないんか。ちょいと待ってくださいね。こっち。こっちに行こう。で、次は、あ、こっち。こっちキノコいっぱいあるところや。そう、こういうね、なんか知らんけど、
なんかああいう長い木の、あ君どこ行った、ちょいどっかおらんくなった。せっかくのメタルスライム、くっそー見失ったわ。なんてことしてくれるんだい。ほら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 、キノコがいっぱいあるとこ、ここや。ふぅ、早くたどり着けよ、もっと。てか、この辺ってワープするとこないの？あるやん、ちょっと、ちゃんとして、導きの玉。ちゃんと調べといて。よし、これでキノコ群生地にワープ。さ、この辺で、はい。さあ、どこや？ん？こっち？あ、なんかここの空間？やまびこは近くから聞こえる。出てきたけど、ここに。いや、痛い。やめてよ。ちょっと待って、もう一回。ここでやまびこの笛を吹くと、あ、こっち側。よし、行こう。は、あ、これやん、出てきた。あったよ、これやろ。うおー、見つけたぞ。新しい金の鉱脈だぞ。金だぞ。掘って掘りまくるんだぞ。やったね。ついに三つ目見つけた。導きの玉を触ってなかったことが今回の敗因ですね。よーし、これで金が掘りまくれるぞ。夕方の報告会、楽しみにしておくんだぞ。あゆな、これで金の鉱脈を3つ見つけられたみたいだぜ。金が集まれば、ゴルドンがオールマンになるぞ。そしたらゴールドラッシュも戻るはずだぞ。ひとまず目的は果たしたぞ。みんなで地上に戻るんだぞ。さあ、戻りましょうか。拠点へワープ。ただいまー。あ、見つけたよ。ちょっと待って、どれ、誰、ちょ、手前に来て、誰だ、こいつか。本当にご苦労だったな。よく金鉱脈を見つけ出してくれたぜ。金か、ゴールドラッシュが終わって何年も経つ。生きてるうちにまた拝めてよかったぜ。このままゴルドンが復活して、どこを掘っても金が出たあの頃に戻るといいんだがな。すげえな、そんな状態やったん。ひとまず金の鉱脈は見つかった。これからは荒くれどもが少しずつ金を掘ってきてくれるだろうぜ。ありがたい。さあ、これで、あと、ゴージャスプールに必要なものは何があったっけ？ちょっと待ってね。めっちゃ貼っとるけやん。違う。必要なものは、撮影してしまった。撮影ではなく、ブロックライトが欲しい。金のかがり火。あ、金のかがり火がこれで。待って、はしごもいっぱいいるんよね。そう、はしごかけていかんと。どこをはしごかけるの？これの、あ、こっち側か。オッケー。じゃないとね、上登れんやんね、これ。で、上がりながらかけていくと。こういうことか。んで、あとは？ここの部分には必要ないんよね。じゃあ次、向こう側か。よし。じゃあここにもつけていきまーす。はい、これで OK でしょう。さあ、これで、あとはアイアンの壁1個、どこ、あ、ここか。ん、あれはこの辺、どこ、あれ。え、ちょっと待って、どこだい、あれは。なんだかよくわからないんだけれども。あー、あの部分か。ここってことかな。ここに、じゃあ1個。へい。これで、アイアンの壁も、すべて OK。
高級ガラス瓶が2ついるんやね。あ、酒場の壁掛けどこ？一番上かな、あれ。あ、ここの部分か。さあ、じゃあここ酒場の壁掛け、はい、ここに持っていっ、そしてうん、あとはもう高級ガラス瓶をどうやって作るんやっけ。あ、どうもアイナさん、金鉱脈も見つかっていつも以上にニコニコ顔ですね。しかし大切なのはこれからです。人を増やしプールを作って金を掘らなければ。そこで私は思うのです。今こそビルダーの金で新しい仲間を集める時だと。さあアイナさん、物を作って住人たちの願いを叶えつつビルダーの金を鳴らしてください。あと256なんよね。まだ集まってないかな。ちょ、とりあえず、よいしょ、違う、ちょっと待って、もうちょっと、あー、あと142か。なるほど。いや、びっくりした。何、みんなコウさんから帰ってきよるってこと、もしかして。やば、そういう感じ。とりあえず高級ガラス瓶はどうやって作るんだ。高級ガラス瓶ん？持っとんかな、私。高級ガラス瓶。あ、持っとるね。なるほど。じゃ、とりあえずこっちで、はい、金を作ります。これで、拠点を狙うモンスターが現れたよ。頑張ってみんな。頑張ってみんな。とりあえず私はちょっと、この2箇所かな。高級ガラス瓶。あ、なるほど。樽の上か。じゃあ、樽の上にガラス瓶を置いていこう。とりあえず、ここと、ここね。オッケー。ふう、いい感じ。あ、どうも。アイナさん、金鉱脈も見つかって、プール作りも進んで、なかなかいい感じですね。ただ、どうしましょう。最近は荒くれた種の大衆が街を覆い、僕の花が破壊されそうなんです。街にはシャワールームがありますが、この荒くれた種の数ではとても足りない。今あるシャワールームを改築してほしいんです。お、どういう感じに？まず部屋の中にシャワーを計4つ置いてください。そこに壁掛けタオルとついたて、明かりを2つずつ置く。え、めっちゃでかくせんといかんのや。なるほど。壁掛けタオル、ついたて、明かりを2つずつ。そして部屋の壁にできるだけたくさんのつながるガラス窓をはめ込むのです。つながるガラス窓はくっつけておくと巨大な窓が出来上がるはずですよ。え、女の人入れんくなることない？え、どうしてシャワールームに窓がいるのかですって。とにかくシャワールームを改築してスケスケシャワー室を作ってください。もう名前名前がもうよろしくないんだけど、大丈夫それ。もうとりあえず壁掛けタオルが詰まって、つながるガラス窓ね、何個必要なんやろ。明かりは壁掛け松明にしようかなって思うんやけど、その方がなんか場所が取られずに済むかなと。ってことで壁掛け松明2つ作ります。そしてついたてももう1個いるんよね。で、シャワーが4つやけん、あと3ついるってことか。で、壁掛けタオルが2つ。壁掛けタオル。はい、2つ。OK かな。とりあえず、金のやつも受け取って、あ、まだまだ作れんのやな。なるほど。さあ、それじゃあこれを、あー、で、まあ作れるだけ作っておこっか。ガラス窓どこ？あ、これね。2個しか作れあ、でも10個あるんや。じゃあこれで、はい、オッケー。
これで改築していきますか。どういう感じに。よいしょ、まあ、とりあえずここに壁掛け松明、ここにも壁掛け松明、そして壁掛けタオル、これを2つ。シャワールームの豪華さが上がったってよかったよかった。そんでどうすればいいんだ、こっち向きに広げていけばいいんかな。とりあえず広げていこうか。ご飯ですねじゃないわ。こっちが一生懸命やっているというのに。あ、ここの壁につけたやつ全然ダメだわ。はい、とりあえずそこのタオル2つ。はい、でここを広げていくと。はいはい、こんな感じ。よいしょ、とりあえず、じゃあこっち側を、こっち側の上半分をそれにすればいいってことかな。よいしょよいしょよいしょ、多分そういう感じってことやろ。けんこの辺の柱部分だけこうやっておきまして、ちょっと待ってね、今スケスケシャワー室を作ろうとしてるところだからそしてあれどこ行った、ガラスは、これか、つながるガラス窓、これをこう、あらスケスケこういう感じってことやろ。これでこの辺にもう一個ついたておきまして、であとは壁掛けタオルを、指導邪魔よ普通に邪魔よ。でシャワー2つとかにすればいいかな。ちょっと待って、これがこっち側にシャワーを、こシャワーを置いて、でこっち側にも、ちょっと待って、このタオルが、あ、タオル、じゃあ真ん中のこの辺に置いておけばいいか。ほ、置いておいて、こういうこと。で、ここに、シャワー。置けんぞ。どこ？ここ。シャワーを、なんで置けないの？ここ。もうちょっとこの辺からってことか。これで小さいスケスケシャワー室できたよ。オッケー。あ、来た来た来た。うはー、この鉱山街にスケスケシャワー室を作ってくれたんですね。はあ、なんたるスケスケ、素晴らしいスケスケ。これで街を荒くれしゅうてもおさらばです。どうしてシャワールームに窓がいるのかですって。アイラさん、それさっきとまるで同じ質問じゃないですか。しつこいな、あなたも。この街の人たちはバーや行動のような閉ざされた空間にいることが多い。だから僕は皆さんのことを考えて開放感のあるシャワーを作ってもらったんです。皆さんのことを考えて。いやいやいや、女性のことを考えてないぞ。決していつかどこぞの可愛い子ちゃんが使わないかななんて思ってません。そんなこと思ってませんからね。見張っとかんといかんね。さあこれで、あ、拠点を狙ってるやつが来たの？そういうこと？
さあちょっとまたハートを。は、開始。あと23や。あとちょっとやね。イエーイ。え、なんかいろいろと破壊されよるけど大丈夫？大丈夫じゃない気がするけど大丈夫？ちょっと。とりあえずこれ受け取っておきまして。さあ、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことで報告会がちょっと始まってしまったけれど。始まってしまったけれど。まあ、この辺でということで。